どのもすみませんレパードステークス出走は1頭ずつについて喋っていこうと思いますルバンスレーブホウショーナウコマビショハーベストムーンその辺が出走してないだけでこの世代トップクラスのダート馬たちが出走してきたなっていうような感じで結構いいメンバーが揃いましたねまあ、このレースは このレースとユニコーンステークスに関しては結構いいメンバーが揃いがちなんですけれども今年もかなりいいメンバーが揃ったと思います。でそういった中でやっぱりですね人気しててもそこまで抜けてるっていうような馬もいないですし信頼性ということでそこまで信頼できるような馬もいないっていうようなそういったようなメンバー構成かなっていうような感じで、まあ、有力馬たち それぞれいいところがあるんですけれどもそのいいところがレースに行って出るかどうかっていうようなそういったような不安はつきまとうかなっていうような感じですねでグレートタイムが安定感があってその分ちょっと過大評価されすぎてるかなっていうような感じがあるんですよねこのグレートタイムについてはユニコーンステークスの動画の方でも喋ったんですけれどもとにかく大物感がそんなにはないっていうことですね 馬体なんか見てても瞬発力だとか、あとは能力的なものに関しても超一流のダートバっていうような感じはないんですよね。ですが、そういった中でもこの馬のいいところっていうのはレースに行ってセンスがいいっていうことで、ある程度立ち回りでなんとかできるっていうようなタイプですね。藤原秀明厩舎厩舎がすごくいいっていうのもあって、この馬は本当に他の馬たちと比べて、 順順調調にに成長ししててて強くなななっているるとううううよようころでで結果を残感じですねただやっぱりパンチが足りないところがあってちょっとでもロスがあった時にそこからびっくりするような足を使えるということはまずないですしあとはあんまり強気に乗りすぎると能力的にもしかしたら他の馬たちに足元を救われたりだとかレースや対立レース展開によっては馬券圏,圏外に飛ぶ可能性も十分あると思うんですが。 まあやっぱりここのメンバーの中で能力的にも上位34頭には入りますしそういった中でルメール騎手がこの馬の瞬発力不足だとかいろんな足りない部分をカバーする立ち回りルメール騎手が乗ってるっていうのは大きいかなっていうような感じでやっぱりルメール騎手とセットで考えるとグレートタイムっていうのはここではやっぱり思い印を打たなきゃいけないそういったような立場にはなると思います。ただ これだけ人気かぶってるとなると本命を打つほどの価値があるか妙味があるかっていうところで僕はそこは感じなかったっていうところでそれだったら他の馬たちを狙ってみた方が面白いなっていうような感じになりましたそしてこのメンバーについてもですねどの馬が逃げそうかっていうことが分かりづらいメンバーですねもちろんまだ3歳馬ですので客室が固まってない馬も多いっていうところもあるんですけれども 人気のないところで、フロリアンヌス、ビッグスモーキー、ヒラボクターシュ、この辺が行く可能性はあるかなっていうふうに思いますね。あと、やっぱり人気馬たちもスタート次第で、グレートタイムとか、アルクトス、イダペガサス、ドンフォルティス、アドマイア・ビクター、グリム、この辺も行っても全然驚かないなっていうようなメンバー構成ですね。 で僕が多めにしたアルクトスこの馬はですね大飛びなんですけれども意外と脱ュ力があるんですよねですから出遅れる可能性はあるにしてもそれでもすぐに加速がつくようなところがありますんでその辺なんかちょっとびっくりするようなタイプなんですけれども多分ボケにアグネスタキオンが入ってるからだと思いますねアグネスタキオンは足先が柔らかくて足先のバネでぐんぐん加速するっていうような化け物だったんですけれども そのアグネスタゲオンの血が覚醒遺伝みたいな形で出てるのかなっていうような感じですね。で、どの馬たちが行くかということの中で、その有力馬たちが行った場合はですね、それはやっぱり有力馬たちということで、ある程度その直線向くところ、直線半ばぐらいまでは形をつける可能性が出てくるんですよね。そういうふうに逃げ馬、先行馬が強いパターンだと、 なかなかその前の方がガタガタっと崩れるようなレース展開はイメージしづらいかなっていうところがあって有力馬たちが逃げ先行した場合だと前が壊滅的に潰れるようなレース展開に関しては可能性としてはかなり下がるかなっていうふうに思いますね逆にその力の劣る馬たちがですね1と2と逃げ先行っていうような感じになると その分、その直後につけてる有力馬たちが早めに動いたりなんかして、まあ、新潟コースっていうことを考えると、先行馬たちがある程度崩れて、それで差しが利きやすい展開になりうるかなっていうふうに思いますね。で、まあ、どっちかに振り切って考えなきゃいけないんで、僕は力の劣る外目の方の馬たちがですね、行ってくれるっていうことを想定したいと思いますね。で その力の劣る馬たちについてもですねそこまで極端に劣るというわけでもないのでもし縦長の展開ばらける展開大逃げに近いような競馬ができた場合そういったような感じだともしかしたら残る可能性はあると思いますねただ逆にため逃げみたいな感じでスローに落としすぎたりなんかしたら外から有力馬たちが動いてくる可能性があったりだとかもしくはロングスパートの後半の勝負で 垂れる可能性もあり得ますんで基本的には平均ペース、ハイペースで縦長に持ち込むっていうこと特に後半は早め早めっていうような競馬をしないと厳しいところが出てくると思いますねで僕は基本的にはある程度有力馬たちが早めに動いたり差しは効くっていうふうに想定したいと思いますそれではうちの方から1頭ずついきます爆発爆発は 短距離で勝ち上がってきた馬ですし、まあ、あんまり瞬発力もないですし、まあ、ちょっとここのメンバーに入ると緩急のある競馬だと、この距離では苦しいかなっていうようなイメージがありますね。相手も強いですし、瞬発力があるっていうような感じでもないので、まあ、ある程度ペースが流れて、スピード競馬でなだれ込むような感じになれればっていうような感じですね。アルクトス スタートが相当悪くならない限りはスタートダッシュある程度つく可能性が高いと思います。で前走福島で勝ったレースなんかはですねポジションを取りに行くような競馬で34番手の内の方で足をためるような感じですね。で福島は小回りコースでもありますんでああいう風にポジションを取りに行ってしまうとこういう大飛びのタイプっていうのは大体乗り方が難しくなるところはあるんですけれども。 直線を向いて打ちつきをしたんですよねあの形になるとですねだいたい伸びあぐねるかそれか一瞬はいい足は使ってもゴール前で甘くなってジリ足っぽくなるそういったようなタイプが多かったりはするんですけれどもこのまま大飛びの割にはですねあそこから加速してそれで最後までしっかりと伸びるっていうあの内容にはちょっとびっくりしたかなっていうような感じですねというのはやっぱり小回りコースですんでその分 コーナーからペースが上がりやすいところがあって特に34コーナーのところっていうのはペースが上がってる状態なんでああいうふうに内の方を突くっていうことに関しては結構器用さが必要となってくることが多いんですよねそれはやっぱりスピードに乗ってる分内から外へ働く遠心力が強くなるということでその勝負どころの4コーナー前後のところでああいうふうに内へ進,進路を取ってあれだけの競馬ができる。 これはこの馬のちょっとびっくりするような部分というか、まあ能力と素質の高さっていうところを感じるかなっていうような感じですね。それでも今回は結構メンバーが揃ってますんで、前走の福島みたいな感じで行位のうちの方で足を溜めてっていうような、せこく立ち回るような、そういったような乗り方っていうのは逆にマイナスに働く可能性もあり得るんですよね。というのは、もし、 有力馬たちが逃げ先行っていうような形で引っ張ってくれる形だとうちの方にいても問題ないことは多いんですけれども逆に力の劣る馬たちが逃げ先行してっていうような形になると有力馬たちは外を回りながら4コーナー前後勢いつけて回るような強気の競馬をする可能性が高まってくるかなっていうようなところでそういった場合になると 4コーナー前後のところはある程度真ん中ところを外に出すっていうような意識が高くないとうまくいかない可能性があるかなっていうような感じなんですよね。ですからもしこの内枠を生かすような形で行為中段の内の方で我慢するっていうような競馬をした場合だと逆に伸びない進路だとか苦しい 進路っていうところに押し込まれる可能性もありうるっていうようなところですね。まあ、道中に関しては内ラジドにいてもいいんですけれども、とにかく4コーナー前後の勝負どころに関して、あとは直線に関しては真ん中どころを外に出すっていうような意識で乗ってくれた方が確率としては構想できる可能性が高まるかなっていうふうに思いますね。まあ、東京で実績があって左回りは得意な部類ですし、やっぱり変にその一発を狙うっていうような競馬をするよりかはある程度 有力馬を見ながらっていうようなそういったような形で中段あたりから外へ外へのイメージで乗ってほしいなっていうようなところはありますね。イダ・ペガサス。イダ・ペガサスはですね、まあ、そのアクトスが福島で勝った時に2着した馬ですね。まあ、そのレースに関しては、まあ、アクトスも強かったんですけどもイダ・ペガサスも 外を回りながら早め戦闘っていうような競馬でそれでアクトスとそこまで大きな差のない競馬はしたかなっていうような感じですね。もちろんその直線での素足の破壊力というかそったような伸びに関してはアクトスの方がスケールの大きさを感じるんですけれどもでもイダペカサスはちょっとタイプが違うような感じで。 どちらかというともうちょい距離が短い方がベストかもなっていうふうに見えるような感じのそういったようなスピードとパワーとセンスそういったところで勝負するタイプかなっていうような感じのイメージですねで、まあ、だんだんとこのまま使ってくるうちにですね前走の福島なんかもかなり良くなってたんですけれどもだいぶ成長してきたなっていうような感じがあって、まあ、完成度高くなってきてますんでアクトスとそんなには差はないと思いますね ただこの 1800m っていうような条件ですんで、まあ、なるべくペースが流れてほしいタイプの馬かなっていうような感じですねやっぱりスピードと能力を生かしたいタイプでもありますしあんまり緩急のある瞬発力勝負になりすぎると部が悪くなる可能性はあり得ると思いますね、まあ、でも前半スローに流れたとしても後半ペースが流れてくれたら乗りやすいタイプだと思いますしスタミナ的に距離が持たないっていうような感じでもないので やっぱり競馬の質ですね。ある程度ワンペース気味、平均ペース、ハイペース気味になってくれる。もしくは、後半、ロングスパート気味になってくれるっていうような、そういったような競馬になってくれればっていうようなところはあると思いますね。で、まあ、前走は外回ったんですけれども、馬群の中でも問題なくなってきてると思いますね。まあ、実際に、シンバか未勝利戦か、どっかで、3番手ぐらいの 馬群の中から競馬ししたこともありますし、まあ、ですから、まあ、そんなには欠点はないかなっていうふうには思うんですがただやっぱり足を溜めてそれで後半のしぶとさを生かすっていうようなタイプですんであんまり強気の競馬をしすぎると長く足は使えないかなっていうようなイメージがあってやっぱりその辺の足の使いどころもこのメンバーだと難しいところはあるかなっていうふうに思いますんで。 4コーナー前後の入れ替わりが激しくなってくるとその分長く足を使わなきゃいけない可能性もありえますのでその一瞬で入れ替わるような展開だったらペガサスが足をためて一瞬の足でっていうような感じの競馬はできるんですが入れ替わりの激しい形でロングスパートみたいな感じになると乗り方は多少考えなきゃいけないかなっていうふうに思いますねまあでもこの前に関しては内枠はいいですし一発を狙うということに関してはこの枠がいい方向に向く可能性もあると思いますね 「ドン・フォルティス」ドンフォルティスは前走大井競馬場のジャパンダート・ダービーで中段から伸びきれずっていうような内容ですね。でもちょっと抜けて強い馬に乗ってる時の乗り方に近いようなところがあってその分ロスが大きかったかなっていうような感じですね。逆にその後ろにつけてたルバンス・レーブに関してはですね 足が溜まるポジションにいましたし、4コーナー前後のところも勢いつけて回れて、それで素足を存分に活かせたかなっていうような感じで、ドンフォルティスのポジションとルバンスレーブのポジションはだいぶ違うんですよね。ですからルバンスレーブの方は多少ハマった部分もあると思います。ただ、ただハマっただけではなくてルバンスレーブも強かったかなっていうような感じで、まあ、あの間はちょっとマイラーに近いようなところもありますんで、そういった意味でも空いたような 足を溜めるる乗り方がうまくいった部分もあるかなっていいう,うに思いますね。で逆にドン・フォルティスは外を回りながらなし崩しに足を使ったような感じがあって特に多い競馬場っていうのは乗り方が難しいトリッキーなコースでもありますんで、まあ、コーナーから結構手応えが悪くなるような馬が多くて3コーナーから4コーナーのところをスッとついていけないような馬、まあ、多かったりするようなコースでもありますんでそういった意味であれだけ外を回ってっていうような感じだと。 苦しいいい競馬ににななった部分もあるかなっていう,ふうに思います、ね、でこの馬自体はですね仕上がりに関しては良い部類だったと思いますし特に大きく調子を落としたっていうような感じでもなかったんですよねですから今回の追い切りなんか見ていても悪くはないですし前走同様もしくは前走以上の仕上がりにはある可能性が高いかなっていうふうに思いますねでそういった中で、まあ、あの時の ジャパンダートダービーの時、竹豊騎手もあんまり調子が良くなかったので、そういった意味で、あまり悲観する内容でもないかなっていうような感じで、石橋周騎氏は中山の方でドンフォルティス乗って勝ってますんで、そういった意味で相性はそんなには悪くはないんじゃないかなっていうふうに思いますし、でもちょっとこの馬の不安点としてはですね、スピードもパワーも、 し足もそこそこそそそあるっていうよううううよよななな感じででででどういう競馬でもできそうなタイプなんですよねその分このポジションからこう乗らなきゃいけないっていうようなそういったような固定された戦法っていいうものがないんですよね、まあ、何度か喋ったことがあるんですけれども例えば追い込むしかないような馬だったら腹くくって追い込めたりだとか逃げるしかない先行するしかない馬だったらそういったような形で腹をくくって乗ってどうかっていうふうに乗りやすいんですが。 逆にこういうふうにどこからでも乗れるようなタイプだとポジション取りによってはジャパンダートダイビーみたいな感じでロスが大きかったりだとか展開的にいない方が良かったポジションにいてしまうこともありうるタイプということで、まあ、そこがどう出るかっていうような感じですね、まあ、ちょっとうまくマイペースで競馬をできた場合だと反応がいいタイプのまではあるんですけれどもロスがあるとずぶいところが出てきたりだとかそういったようなタイプでもありますんで まあ、ロスがあったにに動かかかしきれるるるどうううっていいよなな感じになる時もあると思います、まあ、ただ石橋幸氏は引き続き今年は調子がいいですし迷いの少ない騎場で思い切りのいい騎場もしますんで多分受けて立つというような立場で乗ると思いますのである程度強気の競馬をすると思いますただ他の馬たちも強いので他の馬たちに四個7最後の勝負どころで抵抗されるような展開になった時 そういった時に思ったほど直線伸びないっていうような競馬になりうる可能性もありますんでそういった意味で今回僕はアクトスとアルクトスですねアルクトスとドンホルティス最後まで本命を迷ったんですけれどもその不安定ということに関してはあのやっぱり先方が固まってないっていうところでのなんからが出てこないかなっていうようなところで天秤にかけてアクルトスの方を選んだっていうような感じですね。 アドマイアビクター・アドマイアビクターは馬体面だとか双方だとかそういったことに関してはアルクトスとはあんまり似てはないんですけれどもでも大飛びで指す競馬が合うっていうようなことに関してはちょっと多少タイプが似てるかなっていうふうに思いますね客室的には多少似たところがあると思いますでアドマイア・ビクターは左回りの中距離で前走を強い競馬して勝ってるんですけれども でもその前のですね、半身で勝った時の方が強い競馬をしてて、横断前後の勝負ところ手応え良かったですし、直線での伸びもスケールの大きな推進力のあるような伸びをしてて、僕は現時点では左回りよりも右回りの方がいい馬なんじゃないかなっていうふうに感じてます。まあもちろん使っていけば右回り左回りあんまり変わらなくなる可能性は高いんですが、現状ではっていうことですね。で、それに関してはですね、 馬体面だとか、パドックでの根拠がありまして、パドックでの歩き方なんか見てもらえればわかるんですが、このアドマイオビクター、左の後ろはですね、そんなに踏み込みが強くはなくて、踏み込みも深くはないんですよね。逆に、右の後ろの方は踏み込みが強くて、踏み込みも深いっていうようなところがあって、要するに左右のバランスがそんなには良くないっていうところなんですよね。で、 何度か喋ったことがあるんですけれども、直線の時にですね、うちら地上に近い方の後ろの足、これっていうのは直線の伸びに、あとは、末足の持続性というところに影響する傾向にありまして、要するに、アドバイア・ビクターが左回りで走る時っていうのは、左の後ろですね、左の後ろが大きく影響しやすいっていうようなところがあって、その左の後ろがあんまり強くはない。 ととといいいいうこころがががあってそそのの分左回りではそこまでではまま伸びができない可能性が高いと思います逆に右回りだと右の後ろの方は強いのでアドマイア・ビクターは直線でいい足を使いやすい持続的に長くいい足を使いやすいっていうような傾向にあるかなっていうようなところがあってそういった意味で細かいところを見たら根拠のある形で現時点での右回り左回りの得て増えてっていうところが多少見えるかなっていうふうに思いますね。 まあただ、左回りがダメというわけではないですし、苦手というわけではないですし、左回りでも十分強い競馬ができる馬だと思います。特にですね、直線を向くまで足が溜まった場合ですね、それは直線だけの競馬に近いような形だと、あんまり右回り、左回りは影響してこない可能性がありますんで、コーナーから足を使わないような乗り方ができた場合だと、左回りでも強い競馬できる可能性がありますんで、 そういったような乗り方ができればっていうふうには思いますねまあ普通に乗ってもある程度左回りでも力はありますんで有力かなとは思うんですがただ他の馬たちも強いということでギリギリの勝負になった時にもしかしたら現状での左回りではそこまで強くないっていうところが影響してくる可能性はあり得るかなっていうところで多少印を下げたっていうところはありますねグリム グリムはですね、ユニコーンステークスの時はとにかく畜くな競馬で前が開かなかったっていうような感じですね。競馬にならなかったっていうところがあって、あそこのユニコーンステークスのメンバーでも上位3、4頭には入るまではあったかなっていうような感じですね。ですからここに入っても上位の力はあるんですけれども、なんか思い切りですね、販路の調教を見た感じだと、あんまりよくは見えなかったですね。ちょっと後ろの 脚力に頼りすぎているような双方に近いというか、もうちょっと体を使ってほしいなっていうようなフットワークだったんですよね。その辺がちょっと気になって今回は下げたっていうような感じですね。特に距離が伸びて1800メートルになりますんで、距離が伸びる分ある程度緩急のある競馬に対応できたりだとか、器用に足をためて器用に足を使うっていうようなことが必要になってくる可能性が高まってきますんで、そういった意味で割り引いたっていうところがあります。ただその 調教の動きに関してはですねダートなんであんまり気にしすぎる必要もないっていうところがあって、まあ、芝だったらですねその調教の動きだとかパドックでの見た目っていうところがもろに出やすい傾向にあるんですけれどもダートの場合だと意外と調教とかパドックの見た目そこまで気にする必要がないっていう時があるんですよね。でですすからももともと自力のある馬ですし 足ををめて後半こののまましぶとさを生かすような競馬ができた場合だとと十分上位に来てもおかしくないい馬ではあると思います。ただちょっと追わせるようなところもありますんで内田騎士は落馬事故前ほどは動かせなくなってますんで追えなくなってますんでそういった意味で手も合うかというとそんなには合わないっていうところがあってやっぱり一度り進路取り展開と乗り方がはまらなければなかなか能力が出し切れない可能性が高いかなっていうふうには見てます。 オノリスオノリスはですねまあちょっと有力馬たちと比べると一番落ちるかなっていうようなイメージはあるんですけれどもまあ、でもこの馬もこのまなりに自己条件で強い競馬をしてきてまあ全然そうぐらいですかねその時っていうのは後位のうちの方で足をためて前が開かずっていうような全然競馬にならなかったようなところもありますんで最近 ある程度安定して力は出せる仕上がりにはあったっていうことですね。で前走は背面外から動くような形で強い競馬をして押し切った、まあ、直線でも二枚腰を使うぐらいそれぐらいの脚力もありますんでやっぱりうまく足が溜まって展開と乗り方がはまった場合だとここのメンバーでも構想してもおかしくない馬だと思いますね。あまりにも瞬発力勝負になったりあまりにもコーナーから厳しい自力勝負になった場合ですね。その場合だと、 多少足りない可能性はあるんですけれどもその辺をうまくごまかして力環境を逆転できるような乗り方ができればっていうようなそういったような可能性はあり得る馬だと思いますねプロスパラスデイズプロスパラスデイズについてもユニコーンステークスの時にレース後の結果分析であそこまで力差があるわけではないですよっていうふうに言ったんですけれども やっぱり次のレース、この馬のいいところ出たなっていうような感じですね。まあでも、その、自己条件の時っていうのは、中段の方で足を貯めて、内鉢通りの方で足を貯めて、直線相当に出すっていう、そういったようなスムーズな進路取りがハマったようなところもありますんで、まあ、それなりの競馬はしたなっていうような感じですね。で、まあ、そこまでの大きな力差はないんで、やっぱりこの馬も、オノリスと同じぐらい、 逆転できる可能性はあり得るかなっていうようなところはあるんですけれどもでもやっぱりレースレベルが上がりすぎたりあとは瞬発力勝負になりすぎた場合だとちょっと1枚足りないかなっていうところはありますんでこの重症レースで新潟だと1800メートルコーナーからペースが流れやすいコースっていうことこういったところで紛れが生じることを祈ってこのままの力を出せればっていうような感じですねある程度ペースが流れてくれたり もしくは後半だけでもペースが流れてくれればっていうような感じはあると思いますね。で、この間なりに確実によくはなってますし、大行の動きも良かったので、可能性としてはありえますんで、まあ、あんまり馬鹿にはできない馬かなっていうふうに思いますね。エングローサー。エングローサーはですね、ユニコーンステークスの時に関しては、まあ、結構ハマったかなっていうような感じがあって、 まあ足を溜めて素足のいい馬が突っ込んでこれるようなレース展開でもあったかなっていうような感じですねただ直線でですね前が開かないようなシーンがあって進路を変更するようなところがあったんですよねああいうふうに直線でブレーキをかけちゃうと伸びきれないような馬多いんですけれどもこの馬に関してはしっかりと最後まで開いたところ伸びていきましたねあの辺がこの馬の良さでまあ何かレースに行っていいところがありますし 器用さもありますね。バグの中をつける器用さっていうところもありますんで足さえたまればここでも十分突っ込んできてもおかしくない馬かなっていうふうに思いますねただあんまりそのパワフルなイメージはないというかちょっと他の馬たちと比べると華奢なイメージはありますんであんまりコーナーから厳しい競馬をしたりだとか足を使いすぎると直線伸びあぐねる可能性はあると思いますんで ある程度ごまかすように足をためながら回ってきて直線勝負っていうような競馬の方がはまる可能性は高いと思いますね。足の使いどころが難しくて多分あまり強気なことをしすぎて一瞬で足を使っちゃうとゴール前で甘くなったりだとかそういったようなじり足っぽいところもあると思いますんでいかに足をためながら一瞬の足で抜け出すかっていうような感じの競馬をしてくれればっていうふうに思いますね。まあ、競馬に行ってメンタルもいいですしこのまま現状だと 結構通用すると思いますね。ただ、1年後、2年後にっていうことになると、ちょっと成長力の差は出る可能性はあるかなと思いますんで、今のうちに結果を出しておきたいところだと思いますね。フロリアヌス。フロリアヌスはちょっと相手が強いかなっていうような感じがあります。で、ある程度、その、先行してばらけるような展開、もしくは、 早め早めっていうような強気の競馬がハマればっていうような感じですね。あまりにもその有力馬たちと近いポジションにいてプレッシャーをかけられるような競馬になってくると苦しい力関係だと思いますね。まあ、でも追い切りなんか見てても悪くはないですし、このままダートに入ってダート上手いなっていうような感じの走法をしてますし、結構脚力もあるんですよね。ですから、とにかく強い馬たちと 同じような競馬をしないっていうことですね。違うところで、離れたところでポジションして、別の競馬をするぐらいの気持ちで強気の競馬、思い切った競馬ができれば、いいところが出る可能性はあるかなっていうような感じですね。ビッグスモーキー。ビッグスモーキーは、馬体面のスケールに関しては、そこまで大きくは劣らないんですけれども、でも実際に競馬に行ってみると、あんまり、 パンチを感じないというか直線での伸びがですね、そんなでもないんですよね。あんまりダート上手くないんじゃないかっていうふうに感じるぐらいの奏法ですね。ですからもしかしたら芝の方がいい可能性もあり得ますね。でも実際ダートで勝ち上がってますし、ダートがダメということはないんですよね。ただここのメンバーに入るとパンチが足りないっていうところがあって、ある程度そのペースが流れたり消耗戦になったりだとか、 もしくは他の有力馬たちが自滅でもしてくれないと乗り方としてはかなり難しいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この間なりによくはなってきてて調教の動きは良かったんで、この辺で一変っていうような可能性はあるんですけれども、ただ足を溜めてもそこまでの足を使えない、あとは強気の競馬をしすぎてもじり足っぽいところがあるというか、ゴルマで甘くなるようなところもありますんで、そういった意味でちょっと あまり構想イメージが湧かなかったっていうところがあって印を下げたっていうような感じですね。クレディブル。クレディブルはダービートライアルかどうか使った時に褒めたんですけれども、このままダートだといいところはあると思いますね。ただそういった中でまだ馬体面のシルエットが出来上がってないというか、なんか幼いんですよね。ですから今後、旧車と 相性が良かった場合だと成長が見込める可能性はあると思いますね。もっと力強さが出て、くっきりとすべきところがくっきりとしてメリハリの効いたバタになってきたら走りが変わってくる可能性あると思いますね。ですからそういったような完成度の低さ、幼さから道中反応が悪かったり、行きっぷりが悪かったりするんじゃないかなというような感じで、まあ、その辺は成長待ちかなというような感じですね。で、今まで、まあ、なんかついていけないような競馬も多かったですし、 勝負どころで反応できない不器用さというか、まあ自分からスッと言ってくれないようなところもありますんで、ちょっとここはメンバーが強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、でも、成長できれば、ここのメンバー相手にもやれるようになる可能性もあり得るタイプの馬だと思いますね。ミック・ベンハー。ミック・ベンハーはスタミナ的に距離が持たないとかではないと思うんですが、 どちらかというともうちょっとワンペース気味に流れやすい短い距離の方が乗りやすいイメージはありますね、まあ、ですから1700メートルとか1800メートルのローカル小回りということに関してはそんなには悪くない条件ではあるんですけれどもちょっとメンバーを考えるとある程度後半入れ替わりの激しい競馬になったり緩急のある競馬になった時にどこまで対応できるかっていうような不安があるっていうような感じですねなるべく 前目の方から早め早めっていうような競馬ができればっていうような感じですね。ばらけるような展開になってペースが流れてくれたら乗りやすいかもしれないなと思いますね。ちょっと一枚能力的に劣るかなっていうようなイメージですね。グレートタイム。グレートタイムは藤原秀明厩舎で厩舎がいいですし、まあ、しっかりと馬を作ってきてレースで力を出し切れるように作ってきた中で安定してきたっていう部分がありますね。 まあやっぱりルメール騎士が乗ってるっていうようなことも大きいですね。でもやっぱりパンチが足りない、瞬発力が足りないっていうところは、それは馬体面からも見えて、まあそういった意味での素質に関しては、将来的にコバ相手となると苦しいところが出てくる可能性はあるかなと思うんですが、ただ現状での完成度の高い走り、レースセンスっていうところ、あとはルメール騎士が乗るっていうことを考えると、ここのメンバーでも立ち回り次第では、 勝ち負けできるかなっていいう,うに思いますね、まあ、ただ、レース展開的に乗り方が難しくなった場合だと、ルメール騎手でもどうにかどうにもできないような展開になる可能性もありますんで、人気に見合うかというと、ちょっと微妙かなというふうに思いますね。まあ、ただ、能力的に現状では、ここでも上位っていうような、そういったような評価もできますんで、まあ、普通に有力馬の一頭だとは思います。ただ、今回が買い時かというと、そういったような。 感じでもないですし来たら来たで割り切れる人気ではあるかなっていうふうに感じてます平坊クラターシュ平坊クラターシュは、まあ、ちょっとそのパワーに関しても瞬発力に関しても有力馬たちと比べると1万を取るかなっていうような感じがあるんですがまあ、でも悪くない馬ですしこのまま立ち回りがうまくいけばっていうような可能性を感じるような馬ではありますね で左回りで競馬をした時にですねいい競馬してたんですけれども直線向いて物見をしたのがうちに持たれたかわからないんですけれどもちょっと一瞬ブレーキをかけるようなところがあってそれで後続の馬ダちに割ってこられてっていうような競馬があってまあそういったような競馬で着順があんまり良くなったなかった時もありましたんで左回りがダメというようなタイプの馬でもないと思います。ですからスムーズに先行してなるべく 強い馬達と近いポジションにいないような競馬ができた場合ですねそういったようなマイペースで競馬ができた場合だとあんまり馬鹿にはできないところはあると思いますねまあ、ただ基本的には相手は強いんで早めに来られたりだとかまともに競馬をした場合だと苦しいところが出ると思いますし足を溜めてもそこまでの切れる足はないのである程度乗り方と展開がはまらなければっていうような力関係ではあると思いますね 最後に僕の馬券の買い方についてなんですけれども本命馬の副勝を買うっていうのは固定なんでアルクトスの副勝を買いますで他の有力馬たちについてもですね消せれば消そうかなっていうふうにあらを探したんですけれども消すほどの消し要素はないんですよねそしてちょっと力が劣るかなっていう馬たちに関しても持ち上げるほどのそこまでの協調点がないっていうところで。 やっぱり、生ままれんでいいいくくとと手広くいかななきゃいけないメンバーだと思いますただ、やっぱり、手広くいって、そこまで回収率が上がるほどア、アルクトスが人気ないわけでもないので、まあ、副賞である程度回収率を上げなきゃっていうような、上げた方が賢いと思いますね。やっぱり、副賞が2倍以上はつきそうな感じですんで、200倍以上の回収を、生まれんで上げるっていうことは、そんなには簡単なことではないので、 副賞の方は三着以内でいいわけですし、そういった意味でも副賞の方が賢いかなっていうふうに感じてます。ですから副賞を集めていって、生まれに関してはある程度均等に行きたいと思います。で、穴馬候補のイダペカサスとエングローサ、この2等に関しては、ワイドで100円ずつでも抑えて、ちょっとでも足しになればっていうような感じで行こうと思います。以上です。吉本興業 ABCDEU 加減というコミの東野昴と申します。失礼します。